はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日まず企画に移る前に、皆さんイベントはやられてますでしょうか。この上の方ですね、ベースを回れキラッキラに輝いてますけど、これね、イベントなんですよ。これポチって押してもらって、はい、最大 4回サイコロ回せますんで、受け取るためにはこの4つの任務ミッションを遂行しないといけませんよといった形で、僕はもう3つ終わらせてますけど、このミッションを終えたらサイコロが回せます。で、出た目のところのものをもらえますよと、アイテムを。これでプラチナももらえる確率もありますしね、お金もね結構もらえたりするので、皆さん忘れずにやるようにしてくださいといったところで、あとこれ皆さん結構忘れる方多いんですけど、この右上サイコロ使用回数ボーナス、これポチって押してもらったら、使用した分だけ、サイコロを回した分だけ、これだけのボーナスアイテムがもらえますよと。なので、まあ10回、僕も完了してますけど、まあ、サイコロ10回振ったら、ハイライト、ゲリットコールもらえますよと。で、20回でゴールド選手パック5枚、30回でプラチナ、40回も3枚、50回はプラチナ5枚といったところで、ちょっとしたボーナスもありますので、皆さん振るってサイコロ回すようにした方がいいんじゃないかなと。プラチナね、それだけで手に入れることができますので、はい、これも忘れずにやってくれたらと思います。はい、ということでですね、今回は何をやっていくかと言いますと、デイリーパッケージの方でおすすめのね、スペシャルパックみたいな形で売られてたので、これちょっとね引いていこうというふうに思います。でですね、以前まではその最強選手ランキング、まあ、ポジション別のねランキングの方ちょっとやってるんですけど、今回ちょっとピッチャーはちょっと数が多いので、ちょっと慎重にちょっと見てってます。今ちょっと調べてる、統計を取ってる段階なので、なので一回ちょっとお待ちいただけたらというふうに思います。またね、出来次第すぐ動画にさせていただきますので、はい、じゃあ今回は選手パックちょっと開封していきます。はい、じゃあ早速どんな選手パックがあるかちょっと見ていきましょう。はい、ですね、これだけではちょっともらえましたよといったところで、もう狙いだけ先言っときます。狙いはですね、まあ、ランキングでもちょっとお伝えした通り、セドリック・マリンズ、やっぱ左バッターとはいえ最強、みんな使ってる人も多いので、僕も使ってみたいので、まずセドリック・マリンズですね。で、2人目がメリフィールド、ウィット・メリフィールドですね。オールスターゲームのなので、トロント・ブルージェイズのメリフィールドが欲しいとこですね。はい、で、あと1人は、まあ、ランキングには入ってなかったですけど、やっぱ皆さんコメントでね、タイラー・オニールはもう最強ですと。皆さん価格が高いから購入できてないだけなんで、オニールももうちょいあと何ヶ月したらもう多分1位になってますよとコメントをいただいたんで、まずこの3人をまず狙いたいです。で、今回もらったやつはトップピッチャーもありますので、トップピッチャーだったら前田健太投手ですかね、一番欲しいのは。で、あとコービンやったかな、ワシントンナショナルズのコービン、この2人は先発は欲しいですね。まあ、とりあえずこんな感じですかね。はい、じゃあ早速ちょっとやっていきましょうかといったところで、じゃあトップピッチャーから引きましょうか。抑えと中継ぎがちょっとよくわからないんで、抑えまず引いていきましょうか。あたりの選手よくわからないんで、ちょっと引いていきます。いきます、ゴー。さあ、とりあえずこっから狙いがないのでね、見てみないとわからんですよね。はい、シアトルマリナーズ、シートップピッチャーね。おー、エドウィン・ディアスが来たか。ディアスは結構いいっすよね、このディアス。ちょっと見ますね。はは、やっぱ球速いんすよ、ストレート、ツーシームと。多分ね、オール MLB のディアスはストレートがなかったと思うんですよね。はい、 OKOK。 まずディアス一発目いい引きはできましたよと。次、中継ぎちょっと引いてみましょうか。これも当たりがちょっとわからないんでね、いきます、ゴー。来てほしいんやったらアルバラードかな、やっぱ結構使ってる人多いんで。カンザスシティロイヤルズ、誰や、シードピッチャー、うん、コールマン、誰やろ。ちょっと見ていいですか、能力。あー、球速いな。でもそうやな、3球しか。はい、了解です。じゃあとりあえず全体のトップピッチャー引いていきましょうか。こっからさっき言った前田健太投手か、コービン、ナショナルズのコービンですね。この2人が欲しいです。いきます、ゴー。だ、ドジャースかナショナルズやな、回ってほしいんやったら。またカンザスシティ、グレインキーかな、シードピッチャー。バロー、工藤新一か。 OK です。じゃあ、あと1枚ちょっとトップピッチャー引いていきましょうか。これ先発ピッチャー限定ですね。よし、いきます、ゴー。だ、ドジャースかナショナルズで回ってほしいよ、とりあえず。サンフランシスコジャイアンツか、誰やろう、シードピッチャーで。デスクラファニー、よし、デスクラファニーですね。 OK、 まず先発は来ませんでした。
POI、ちょっと引いていきます。MVP なんで。まあ、行こうか。とりあえず行きます。行きます。ゴー！このやったらピッツバーグやな。マカッチェン欲しいな。アトランタブレーブス。誰やろ。プレイヤーブダイヤー。おー、アクーニャ OK ですね。強化要因にしますわ。OKOK、了解。アクーニャ OK です。ありがとうございます。OK ですね。一応まあ、いい引きはしてってますね。じゃあ、プラチナ選手パック引いていきましょうか。10枚あります。1枚ずつ引いていきます。行きましょうか。じゃあ、回ってほしい球団は、ボルチモアオリオールズ、セントルイスカーディナルス、トロントブルージェイズと、この3つですね。よし、行きます！ゴー！あと2枚や。欲しい球団ですら回ってないからね、今。よし、行きます！ゴー！頼むぞ。もうただの無駄やぞ、この課金が。アリゾナダイヤモンドバックス。誰やろ？コアプレイヤー。あ、ロハス。最近サードで使ってる人多いっていうか、まあちょろちょろ見るかなって感じですよね、ロハス。オッケー、もうあと1枚。早ない？マジで。とか、ポストシーズン多めのプラチナ選手パックやったの。よし、行きます。あと1枚。こっから当たり出しましょう。行きます！ゴー！さあ、まずは欲しい球団で回ることやで。アリゾナ？また？コアプレイヤー。あー、ジーンセグラな。オッケーオッケー。はい、プラチナ選手パック全滅。欲しい球団すら回らないと、悲惨なことになりましたね。オッケー、じゃあ、オールスターから引きましょうか。こっからはメリフィールド。だからトロントブルージェイズで回ってくれたら。はい、行きますよ。行きます。ゴー！頼むぞ。いい引き見せてくれよ。まずはトロントブルージェイズで。トロントブルージェイズが来た！ちょっと待って！メリフィールド来た！いや、さ、散々言ってるよね、俺。ブルージェイズで回りましたと。オールスターズですよと。確率が狭まってますよと。引いてくれよ、もう！頼むわ、マジで！肝たせか、これは。いや、もうテンションバチバチに上がったのに、もうマジで。なんやねん、これ。まあ、欲しい選手はそう簡単に来ないってことなんかな。オッケー。まあ、じゃあ、あと1枚でもあるんでね、オールスター。ちょっと待って、これよう見たらさ、ちょっと見てみて。NL プラチナって書いてるでしょ？ナショナルリーグのオールスターゲームしか狙えないってこと？でも俺オールスターゲーム欲しいって言ったの、アロサレーナとウィット・メリフィールドってずっと言ってましたよね。二人ともアメリカンリーグですよね。ボケー！貸すやんじゃあ。まあ、とりあえず引こうか。よし、行きます。ゴー！誰が出るんやろ。サンディエゴパドレス。誰や？オールスターズ。あ、ヘイダーか。女子ヘイダーね。ショックがでかいわ。いやでもね、まあまあ、これも布石やと思う、僕の中では。コアプレイヤーからもう最後の1枚で、あなた配信者ですから、最後の1枚に希望を乗せてますよと、神様がおっしゃってくれてる。間違いない。オッケー、じゃあここから、セドリック・マリンズ、またはタイラー・オニール出しましょうか。あの雪辱をともに、さっきの雪辱をともに。だから、セントルイスかボルチモアやで、この2体で回ってもらわんと。オッケー、行きます！行きます！ゴー！さあ、セントルイスか、ボルチモアやで、マジで。課金してきました。マイチーム、ちょっと追加してきたんで、自チームをセントルイスに変えても、タイラー・オニール一本狙っていきますわ。もうマジで、ここまで来た。あんな悔しいのをちょっとやってられんわ。さあ、こっからやで。まず10枚。このマイチーム、シュプリーム、一般選手パック10枚から行きましょうか。
ここから出てくれていいよ。なんだったら平らにいる。よし、行きます、ゴー。泣きの延長戦やからね。ああ、まあセントルイスやな。オッケー、セントルイスで回って、こっからプラチナを出すこと。まずはオッケーオッケー。じゃあ次、マイチームシュプリーム最高級選手パック10連でいきましょうか。もうここから出してくれていい。プラチナも出るんでね。いきます、ゴー。さあ、いい引き見してくれよ、マジで。プラチナを引くことやで、まずは。コアプレイヤー、そしてコアプレイヤーやで。もういいや、オッケーオッケー。これで多分アレナドの呪いは終わったかもね。出し切ったかもしれん。よし、行きましょうか。この3枚から出します。1枚ずつ行きますよ。じゃあ、タイラー・オニール1本釣りで、コアプレイヤーで行きましょう。よし、1枚ずつ行きます。行きます、ゴー。もう回る球団は一緒やからさ、出てくる種類やな、まずは。とりあえず。頼むぞ。オッケー、あと2枚あります。こっからコアプレイヤーのタイラー・オニール行きましょうか。よし、行きます、ゴー。マジでもうオニールのためになんぼ使ったか分からんぞ俺、本当に。ちょ、こんなきついオニール、マジで。以前も言ったけど、高級選手パックから引いたって人もいましたよ。よし、あと1枚や。よし、これでいきましょう。ここでオニールを引きます。持ってる男っていうのを見したります、マジで。見とってください皆さん、絶対引いたるオニール。あれなどじゃないぞ、オニールやぞ。よし、いきます、ゴー。さあ頼むぞ、マジで、マジ頼むぞ。コアプレイヤーで来てくれよ。コアプレイヤーやで、コアプレイヤーやで、コアプレイヤー、コアプレイヤー、レッツゴー。やっと来たやん、マジか。マジで嬉しい。え、本当に、え、これ夢じゃないよね、マジで。いや、すげえな。で、価格高いな、マジで。2300万か。マジか。いや、ラスト1枚で引いたぜ。ちょっと見ていいですか？いや、すげえ。いや、これ、神引きでしょ。マジで。もう、またあれなど来てたら、ほんま、携帯割ったろか思ってましたもん。いや、マジで嬉しい。よかった、オニール、ありがとう。ああ、ということで、気持ちよくエンディングを迎えることができますと。やっと来てくれましたよ、オニール。やっぱ諦めない心が身を結ぶな。いや、よかった。マジで。本当によかった。はい、OK です。まあ、どっかのタイミングでね、じゃあオニールもちょっと使ってみたって形でできたらと思ってますので、まあ、一応ね、今はね、最強ランキングの、ポジション別のやつも、ちょっと同時並行で進めていこうかなと思ってますので、まあ、そちらの方もね、しっかり、編集していってますので、ご心配なく、っていった形で。いや、よかったです。じゃあ今回の動画はこちらで以上になります。ご視聴ありがとうございました。